町中心部、大宝町は、高知県長岡郡にある町。2009年現在、四国地方で、唯一65歳以上比率が50%を超える、限界自治体である。2013年10月1日時点の、老年人口割合は55.0%である。発世から見た棚田竜王の滝四国山地の中央部、吉野川中流域に位置している。町面積の、 約9割が森林である。山地河川将来推計人口で減少率は全国市区町村中で5番目に大きいと予測されている。高知県の自治体で唯一愛媛県、徳島県と同時に隣接している自治体である。町町林業中継局電力ガソ平成25年4月1日、大杉小学校、大田口小学校、大宝小学校を統合。大杉駅。 田地川パーキングエリア道の駅大杉町は、高知市から瀬戸内地方に抜ける途中に位置しており、鉄道幹線、国道、高速道路などをもだった交通路が通っており、霊北地域の玄関口となっている。路線バス高速道路国道県道帝福寺奥の院、三影道ブラク薬師道古くから町内に優先が整備され、町民間の連絡、 役場などからの広報伝達放送が行われ、ゆとりスと放送王として愛されている。ありがとうございます。